K-POP 男性アイドル、お墨付き歌うまモンスター5人。デビュー前には数年間に及ぶ練習生生活を送り、歌やダンスを徹底的に訓練されることで知られる K-POP アイドルたち。その中には世界各国の歌手たちが驚くほどの高い歌唱力を誇るメンバーも少なくありません。そこで今回は K-POP 男性アイドルグループで一番歌がうまいと思うメンバーはということで、韓国のアイドルファンから推薦のあった主な歌うまモンスター5人を紹介します。エンタメポンポコリン始まるよ。 JYJ ジュンス、元東方神起メンバーで現在は JYJ の一員として活動するジュンス。東方神起時代はチャンミンと並んでハイパートを担当。ややハスキーな甘い歌声と叙情的な表現力で印象的なパートを任されていました。特にしっとりとした歌い上げ系のバラードや重厚感あるドラマティックな曲には定評があり、高音でもブレることのない安定感のある発声が魅力。 K-POP 界の元祖歌唱王として知られています。シャイニーオニュ、アイドルに詳しくないお母さんでもオニュの声はわかると話題になったほど特徴的な声を持つオニュ。木管楽器のようにまろやかな響きを持つ声音と豊かな声量が生む歌声はまさに唯一無二。コンサートではプッチーニのアリア、誰も寝てはならぬを披露し、オペラ歌手張りの力強い歌声でファンを驚かせました。同じグループのメインボーカルジョンヒョンと並び、K-POP 第二世代を代表するボーカリストです。B1A4 サンドゥル、伸びやかでパワフルな歌声を生かし、ミュージカル俳優として活躍しているサンドゥル。厚みのある中音域が魅力的で、ロマンティックなラブソングからトロットロッと韓国の演歌まで歌いこなす技術力にも定評があります。温かみがありつつ癖のない声質が生む安心感のある歌声は無公害バラードと称されており、アイドルファンのみならず幅広い年齢層の人から受け入れられている実力派シンガーです。エクソ・チェン、突き抜けるようなインパクトのある高音が特徴的なエクソのメインボーカルチェン。圧倒的な声量と固めの声質でエクソならではのクールでドラマティックな世界観を支えています。練習生生活1年未満でデビューした才能の持ち主で、シャイニーのジョンヒョンからはチェンは SM エンターテインメントの未来だと評された逸話でも有名。歌唱スキルの伸び方は天井知らず、高音パートを歌い続けても負けない声帯の強さも大きな武器です。セブンティーンドギョム、爽やかさと芯の強さを合わせ持つ性質が魅力のドギョム。少年のようにフレッシュな印象の高音はもちろんのこと、グルービーな曲で発揮する中低音まで音域の広さにも定評があります。ハイノートでも音のトーンがブレることなく、音が複雑に上下する曲でも器用に歌いこなす技術力も強み。表現力の高さで評価の高いスンワンと並び、ボーカルの双璧としてグループを支えています。ここまでは歌がうまいアイドルといえば名前が挙がることの多い5人を取り上げました。この他にもまだまだ実力者が揃っている K-POP 男性アイドルグループの中で、あなたが最も歌がうまいと感じるメンバーの名前をぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。